一方、郡山市は今月14日に郡山市八山田のワクチン集団接種の会場で接種を受けた市内の70代の男性がコロナに感染していたことが昨日判明したと発表しました。男性は接種当日は症状はなく重い副反応もありませんでしたが、接種後に県内の感染者の濃厚接触者と分かり、検査を受けて昨日陽性と判明しました。郡山市では会場に濃厚接触者はいないとしていますが、接触した可能性のあるワクチン接種者と医療従事者35人の PCR 検査を行うということです。県によりますと、ワクチンの接種後陽性が判明したのは県内では初めてです。